ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。高齢者はこうかけます。高齢者講演家宮崎文隆です。今日は2023年12月の12日、1212の火曜日です。今日は高齢者シリーズから第3弾をお送りしたいと思います。それは、弟子藤井聡太の学び方というんで、藤井聡太さんの師匠である杉本昌隆さんが書かれている本から読みたいと思います。今日は第3章の学ぶ姿勢は世代を超えて受け継がれるというね、中の小項目は、兄弟弟子と戦わせる指導法と、話を私と師匠の関係に戻します。師匠の弟子に対する指導法は、兄弟子と対戦をさせることでした。兄弟子ですね。藤井に対する私の指導法は実は師匠譲りだったのです。私と兄弟子がいると師匠が、お前たち二人で将棋をやれ、勝った方にこれをやるからと言って財布から千円札を取り出して懸賞金にします。対局を横で見ながら、感想戦ではあまり細かいことは言わず、ここはこうした方が良かったんじゃないのかとアドバイスするくらいです。なるほどね。好んでそういう場を設定されていました。板谷一門は門下生が多い割に兄弟弟子同士が指す場面が少なく、師匠は意識的にその環境を作り上げようとしているようでした。どんどん食ってパンパンさせ、どこにいても将棋はさせるが口癖でした。つまり頭で考えるよりもまず行動しろ。そうすることで強くなれるということです。中学校を卒業すると、私は師匠の将棋道場を手伝うようになりました。師匠の近くで将棋の勉強というよりも修行です。常に自分の目の届くところで弟子を勉強させるやり方であり、内弟子ではないにせよそれに近い意味合いでした。私は道場を手伝いながら同門の姉弟子や弟弟子たちと将棋を指すという日々を送っていました。師匠とも週に4、5回は会っていました。道場の手伝いには、給金が出たので、一種のアルバイトでした。しかし今の奨励会員がする記録係などとは違って、アマチュア相手にお茶を出したり、灰皿を洗ったりする雑務です。将棋以外に割かれる時間が多く、なんでこんなことをしなきゃいけないのか、一体これが将棋に役立つだろうかと正直不満に思った時期もありました。次の項目は、卑怯でずるい戦法というね。進む九段の父親であり師匠でもある、四郎九段は私たちは王先生と呼んでいました。ちなみに将棋界で親子二代の九段は板谷四郎、板谷進む以外には木村義雄、木村義則、父子だけです。性格はもちろん将棋観も父子で違っていましたが、東海地域に対する深い郷土愛は共通していました。四郎九段は昔仇で非常に寡黙でした。拳のような風貌で教室に顔を出されるだけで一気に空気が引き締まります。感想戦のアドバイスは、歯のように鋭く、そんな手を指してはいけないと論されると子供ながらに思わず姿勢を正しました。でも当時小学生だった
私が駒落ちで勝った時は、うん、負けました、うまく指したねと破顔一笑して喜んでくれました。将棋道場に来るアマチュアのお客さんにも、あなたちょっとやろうと呼んで、無料で指導される、厳しいながらも骨を惜みせず親身に指導する先生でした。痛い一問は振り飛車がご法度でした。師匠はそのあたりは割と柔軟でしたが、四郎九段は振り飛車と穴熊囲いが大嫌いでした。自分の弟子はもちろん、アマチュアの方が将棋教室で飛車を振っていると、それは消極的な戦法だからやめた方がいいと忠告していました。理由は男らしくないから。将棋は居飛車でまっすぐ相手に向かって攻めていくものであり、飛車を振ってじっと待っているだけというのは卑怯でずるい将棋だというのが持論でした。初心者や若手には当てはまる考え方だと思います。若い頃から消極的で待ちの姿勢ではいけない、自分で掴み取る気持ちがなければならないということです。振り飛車が待っているだけかどうかは別にして、理屈は正しい、序中盤の細かい作戦を立てて積み重ねていくタイプは居飛車の方が向いています。振り飛車は明確な答えを求めづらく、その代わり戦局が悪くなりにくいという戦法です。だから勝負が長くかかります。居飛車から振り飛車に、振り飛車党に転向した大山十五世名人は、その理由を負けにくいから、取りこぼしが少ないからと表現していました。かつて若い人は振り飛車を指すべきではないと言われていたのは、自分から勝ちに行く戦法ではないと思われていたからです。10代でプロを目指すような少年は居飛車を指すべきだ、振り飛車党は名人になれないと言われていた時代です。振り飛車はそんな戦法、穴熊は指すな、将棋はまっすぐ攻めて勝つもの、四郎九段の教えを奇宿もひ孫弟子の藤井の将棋は受け継いでいる気がします。はあ、なるほどね。まあこの藤井聡太さんと師匠の杉本昌隆さんのこの名コンビというんですかね、何とも言えない味が、いい味がありますね。こういうなんか日本的、どういうんですかね、文化というんでしょうか、あの味が見ていてほっこりして非常にいいですね。そういう関係が なかなか今の時代なくなっただけに、あの藤井聡太さんと杉本昌隆さんの師匠の関係、これは非常に非常に見ていていいですね。まあそのようなものを見ているとですね、やっぱり高齢者になるためにああいうような師弟愛とか、なんかそういうものをなんか身につけたいというか、育みたいというか、思い出したいというか、まあそんなことを思います。ミヤチャンネルもチャンネル登録をほっこりして増やせるようなさしてあれば最高なんですがね。ミヤちゃん、でも今日も頑張ります。ごきげんよう。